やってるぜ AI。 こんにちは、 AI コーディネーターの清水です。今日はですね、AI に、ま、画像認識使ってですね、ナンプレを、瞬時に、回答させてみるということをやってみたいなと思います。こちらですね、以前、ま、Facebook にですね、紹介させていただいたんですけど、いろんな国の国の方々がですね、コメントいただいて、非常に、ま、やってよかったなということで、結構の閲覧数になってですね、ま、非常に嬉しく思うんですけど、ま、そちらのですね、やり方をまあ、ご紹介したいなと思います。まあ、ナンプレですね。まあ私はそんな得意ではないんですけど、動画を、まあ、プログラム読み込ませることでですね、実際に、AI 使って判定できるような形になってるんで、まあ、興味がある方はですね、ぜひ試してやってみるといいかと思います。ではですね、やり方の方をご紹介します。はい、それでは始めていきたいと思います。まずはですね、環境を作るところから始めていきますので、まずはアナコンダを、使って、環境を構築していきます。ですね、エンバイラメンツで、新しい環境をクリエイトして、そこで作業していこうと思ってます。こちらですね、エンバイラメンツ。で、クリエイト、まあ、なんでしょう。まあ、数独テストとかにしてですね、クリエイトしましょう。はい、出来上がりましたんで、こちらでオープンターミナルで、ターミナルを起動します。はい。そしたらですね、GitHub から、該当のソースコードを、ダウンロードしたいと思います。ですね、この動画の、下のコメント欄にですね、AI コーディネーターの、サイトに直リンク貼ってますんで、まあ、そちらからですね、この AI コーディネーター数読ソルバーのところの、こちらですね、GitHub、まあ、こちらクリックしていただくとですね、こちらで、数読をの、まあ、AI を公開してくださってる方がいるので、まあ、こちらを使ってやっていきたいなと思います。はい。で、早速ですね、このコード Git クローンしますんで、コピーして、やっていきましょう。ですね、私は、こちらのディレクトリで、やっていきたいなと思います。Git クローン。はい、しばらく時間かかりますね。あ、すぐ終わりました。全然時間かかんなかったですね。で、こちらで、Git クローンできたんで、ディレクトリに移動します。数読ソルバー。で、ですね、こちらに実行方法が書いてあるんですが、必要なものをインストールする必要が、ライブラリのインストールが必要になるんですけど、ですね、まあ、ちょっと動かしながら、実際のその、なんでしょうね。エラーを一つずつ解消していくやり方を今回やっていきたいなと思います。まずはですね、そうだな。実際にダウンロードしてきたリポジトリが、これになるんですけど、ですね、ここに、今回使う、動画を準備したので、それを中に入れますねと。はい、こちら、実際にですね、 Facebook で、投稿した、ナンプレ、まあ、数読の、AI に判定させる動画になるんですけど、まあ、こちらの動画を使ってですね、実際に、AI に数読をやらせてみたいなと思います。はい。で、実行方法がどっかに書いてあったんですけど、まあ、これかな、 Python 3数読ソルバー main.py、 こちらをですね、キックすれば、一旦はいいかと思います。ちょっとこれ動かしてみましょう。
まあ、TensorFlow がないって出るので、こちらインストールするんですが、コンダインストールケラス GPU で、基本入ると思います。はい、ES にして、まあ、こちらにケラステンソルフローと書いてあるので、ケラスの GPU 版ですね。あの GPU 環境がない方はケラスだけでいいと思います。GPU 環境がある人は、ケラス -GPU でインストールしましょう。じゃあ早速これで実行してみます。今度は CV2 がないと怒られましたので、こちらですね、OpenCV を、アナコンダでインストールしましょう。ですね。コンダインストールで検索するとアナコンダの、実際に OS の環境に合わせたコマンドが、出てると思うんですけど、ですね、まあどれもこれで大丈夫そうですね。こちら使ったアナコンダインストール、オープン CV インストールします。しばらく、時間がかかりますが、まあ、以前に比べるとですね、だいぶ早くインストールできるようになったかなと思います。はい、インストールが終わりましたので、実行してみましょう。 main.py、これで、一通り動いてですね、まあ、各パラメータの説明がございます。で、ですね、今回は、動画をインプットに使いますんで、-i で、ですね、動画のパスを指定しましょう。あとは、この MP でどのモデルを使いますかっていうのを指定できます。で、こちらなんですけど、モデルはここにありますね。初めから準備されてますんで、こちらを使っていきます。ですので、この -p、-i の、動画のパスと、あとはモデルのパスを指定して、main.py をキックしていきます。これですね。Python 3 数読ソルバー main.py-i 2.mp4。これですね。で、mp は、数読ソルバーモデルの、ここですね。ここを指定して、キックしますと、動画を読み込んでですね、まあ、このように、簡単に、数読を、実行してくれる、AI を起動することができます。まあ、数読を解決してくれる AI ですね。まあ、こんな形でですね、簡単に、数読をしてくれるプログラムを、GitHub で公開してくださっている方がいるので、まあ、こちらをですね、今回使って、ご紹介させていただきました。で、ウェブカム、USB の、ウェブカメラでもですね、リアルタイムでできるようなんですけど、そちらちょっと OpenCV のインストール、まあ、プログラムの修正が若干必要になるかと思います。まあ、ちょっとそこまでは、今回、やり方はご紹介しませんが、時間がある方はですね、自分でプログラム修正しながらやってもらうといいかと思います。はい。こんな形で、数読、まあ、ナンプレを、実行する AI の、ご紹介になります。はい、ですね、まあ、こんな形で、ナンプレ、AI で実行することが、できました。まあ、他にもですね、まあ、いろんな、まあ、ゲームをですね、まあ、プログラミングなり、まあ、AI なり使ってですね、試せるものは今後も試して、ご紹介していきたいなと思いますので、まあ、興味がある方はですね、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。今度は大人の塗り絵とかをですね、AI に塗らせてみるみたいな、まあ、そんなものもですね、ちょっとチャレンジしてみたいなと思いますんで、まあ、興味があれば参考にしてください。波が強くなってきたんで避難します。 Let's play with AI! Goodbye!